番くじ、進撃の巨人、地ならし、リヴァイが欲しい。お姉ちゃんです。妹です。天の声です。さあ、長かった8月も最後のくじですね、うん、そうやんね。もうね、うん、私たち息も絶え絶えですけどなんとかここまでたどり着きました。うん、なんか思ってたより早かった、はい。うん、でもここで私は燃え尽きたいと思います。姉の一押し、はい、心臓を捧げます。まあいらんけどな。なんでやねん。はい、ではラインナップお願いします。はい、A 賞、エレン&ミカサ&アルミニ、フィギュア、壁の外の世界。かわいいね。うん。これ本当に、もう基本中の基本の場面ですからね。平和やね。はい。はい。B 賞、リヴァイフィギュア、俺たちが夢見た世界。もうこれ、かっこいいな。絶対欲しいって今言いそうになったけど、もうそれは怖いから言わないけど、でも絶対欲しい。できれば欲しい。あ、できれば欲しい。はい。頑張ってほしい。誰が頑張ってほしい。頑張るわじゃなくて、頑張ってほしい。頑張ってほしい。自分で手に入れてほしい。自分で手に入れてほしい。心臓捧げねえもんな。心臓は捧げるよ。心臓は捧げるけどね。一番くじに。できることとできないことがあるからね。一番くじには捧げないよ。リヴァイに捧げます。はい、わかりました。はい。師匠、ハンチフィギュア。調査兵団14代団長。この人こそ燃え尽きたね。燃え尽きたね。言っていいものかどうかちょっと今ためらった。さらっと行こう、うん。さらっと行こうか。はい。はい。D 賞、アクリルボード、壁の外の世界。書き下ろしって書いてるね。うん。はい。E 賞、アクリルボード、心臓を捧げよう。これ、これ、これも欲しい。欲しい。欲しいな。これええな。心臓は捧げないと。もう、はい。F 賞、メモリアルカード、最後の戦い。これはどういうこと？この、メモリアルカードっていうのは。あ、あー、うん、何一人で何してんの？いや、まあこれね、選べませんからね、どういうこと？カタロウと今扉みたいになってるってことやな。こうやって立てれる感じ。カードっていうことやね、要するに。そうだよ、メモリアルカード言うてるやん。ああ、ハガキになることもなく。いや、それは確かめてよ。これは取れるでしょうよ。取れますから。はい、ただリヴァイが来るのは難しい。うん、ああ、かっこいいな。選べませんやもんな、両方。はい。はい。辞書、メモリアルカード、結末。うわ、これもリヴァイ。リヴァイおらんな。リヴァイ、あ、おらん。いますやん。はい。もう いたし、包帯姿でもかっこいい。もう、ついていくってなるよね。次行こうか。あれはい。H 賞、クリアポスター。あのさ、この、私と皆さんの温度差何これ。全然ちゃうよな。すいません、妹。全く知らないんですよ。そう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 。っていうか、天の声はもうめっちゃ面白いと思って見てるけど、うん、ここまで姉が熱いと思わなかった。そうそうそう。まあ私が引きずり込んだつもりやけど、まだまだ引きずり込み方が甘かった、ね。甘かったな。はい。ついてきてよ。はい。はい。相性、地ならしフィギュア。やばくないこれ。これ欲しい？並べたい。並べたいけれどもや。これ、何個あるんかは知りません。6個。6個。全部6種やろ。6種なんか。でも何個あるか分かれへんやん。ああ、はいはいはい。あ、これ全部でもこれ10センチほどやから、うん、小さいな。ちっちゃめやから。おかしいな、巨人やのに。おかしいな、うん、地ならされへんや。地ならされへんよ全然こんな。あれ、おかしいな。しかもフィギュアよりもちっちゃいからね。あれ。はい、はい、ラストワン賞、シュービの巨人フィギュア。これすごいよね。メガインパクト。28センチ。やばいね。うん、やばいね、これ。これはね。もう、欲しい。これの方が欲しい。いや、これでも飾る勇気ある？何黙ってんの？放送事故やで。これ、
れ欲しない？いや欲しいよ欲しいけどさ、これが欲しいんちゃう？いや違う、私はリヴァイ様が好きなので、うん、っていうかもう尊敬いたしておりますので、うん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 、はい、あのだからこれはエレンじゃないですか、これはいい、そうやな、はい、でもまああの、うん、物語に没頭した身としては、うん、まあ、欲しいですよ、ね、確かに、ね、確かに欲しいですけど、ラストワンですよこれ、まあな、はい、息の根止められますよ、うん、ここまで行くと捧げてる場合じゃなくて、いや捧げます捧げますけど、はいはいはい、まあね、はい、まあ どのような感じで、姉はね、うん、お金かき集めてきますよ。まあ、まあ、どこまでいけるかは知りませんけど。うんうん、でもね、多分このくじね、うん、争奪戦になりそうな気がする。ああ、そう。うん。もう早めに。だから朝起きられない妹の身としては辛い。じゃあね、いつもと違って。まあ、迎えに来たらもうそのまま運んで。寝ててもあんもんで。確かに確かに、そうそうそう、まあでもな、うん、やっぱりちゃんとあの何ていうの B 賞が残って、はい、もちろんです、もちろんです、 B 賞と、うん、あの E 賞、 E 賞アクリルボードね、はい、心臓を捧げよう、あもうこれあの、ね、だってね選べませんで リヴァイ来るのも難しくない、そうやな、かといって B が弾けるのかと言われれば聞けませんよ、そりゃ多分。お願いします。そう、お二人にお願いしますからね。でもせめていい、いい、せめていいやな。いい、いい、うん、いい。このアクリルボードは、いやでもいいの方が一個っぽくない？ああ確かに、それ、ね、いいの方が確率低いと思う。あるよね。うん、B は多分2体ぐらいはあるん違う？うん、でもあの、うん、妹が無欲で取ったら何取り出すか分かれへんから。そう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 。はい。私は無欲なので、うん、そうですね。すいません、もう私の中でほぼやりきってるので、はい、はい、そうです。無欲で、もう燃え尽きておられるのでね、はい、はい、順番に燃え尽きて。地ならしはもう一個ぐらいは大丈夫。言ったらないんやけど、地ならし一個ではもうどうもなら、地ならし一個コテンっていくで。あ、そう。どうなら、そう、はい。まああのお姉ちゃんのあの底力を期待してやっていきましょう。はい。はい、はい、どんだけプレッシャーかけられようとね、うん、私は平常心でいきますよっていうかどっからの目線で言うとんね私は、はい、もう行きましょうやな、いきますよ、はい、はい、OK です、はい、はい、では行ってきます。はい、じゃあ私からどうぞ。はい、ありがとうございます。こっちから行こうかな、はい、ああカード、お、地ならし来た見れる、ああ、うん、え、うん、そうやな、さあさあ、お姉ちゃん捧げて、心臓捧げた、お、おお、こちらは2人ともお返しになります。無欲の妹が捧げます。じゃあ3回お願いします。3回捧げる、無欲に頼んで、お金はかき集め、そう、かき集めここは無欲、そう、そうそうそう、思い出が見えるんですが、そう、はい、うん、いけるはず、どれかいい、 B かいい、いいよいいよいいよ、地ならしすごいね、ありがとうございます、はい、お願いします、いただきます、はい、妹3回B か E お願いします。はい、お選びください、フルロットやな、うん、かわいいかわいい、選ぶよ、しっかり、ね、しっかり選んで、時間はなんぼでもかけて誰も並んでない、そう、泣きそうだ、びっくりした、
ない。いいかい。はい。ありがとうございます。妹の本気。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 取り戻して。やったー。いや。帰ってきました。帰ってきました。ただいまー。今日はですね、昨日の恐怖があったので、朝8時半に集合しました。すごいね。はい。気合い入ってんね。めっちゃ入ってたよね。うん。もうコンビニは諦めてたからね。そうそうそう。もう書店とかで引いた方がっていうのがあってね。うん、9時開店のお店の前で待ってたんですよ。うん。誰も来なかった。私たちだけ。並んでない。そう。しばらくちょっと待ってみたよね。そう。ま、9時と同時に入っても誰も来なかった。ね、で、どうするってなって、うん、まず3回ずつ引きました。はい。そこでですね、私やっちゃいましたよ。すごいよね、はい。ちょっとずれましたけど。捧げ方がずれたよね。ハンジ様を、はい。はい。でもめっちゃかっこいい。うん、ほんとかっこいい。もう嬉しかった。素晴らしい。ですよ。それでですよ。うん、私たちが弾いてる間に、うん、後ろに、やっとこさ、うん、来られまして、うん、2組、うん。でもすぐ弾かんかったよね。うん、でもまあ、私たちもどうしようかな、この後って思ってたら、その2組が、とっとって弾き張って、うん、まさかの、リヴァイなくなった。そう。しかもなおかつ、フィギュアがもう全くなくなったね。なくなった。そう、ちょっとラストアウトも狙ってたからね、待ってみて、でもその2組帰ったから、うもう一回お店に戻って、あと何枚残ってますかって聞いたら、40枚ですって言われて、でフィギュアは全部ないです。あらー !40 枚残りでフィギュアなしはきついね。まあ、リヴァイがないので、もうこれはダメだということで、次のお店、10時開店のお店に走っていきました。はい、また誰もいなかった。ほんま、なんで?なんで?本当に。それでまた3人でいろいろ相談いたしまして、そこもまた15分ぐらいは待ったよね。うろうろしながら誰か来おへんかなと思ってね、誰も引かへん。でもうこれは3回ずつ行こうという決意固めまして、はい、やっぱりそこはトリはお姉ちゃんということで、私が最後に3回引くから妹行ってって言って、で妹、私、姉もう決まってました、3回ずつと、はい、そして最初の妹が3回でやりました。いいだね。やったね。速攻カード?そうそうそう。引く時のカードを姉に返してきてって。もう私引かんでいい。返してきて。そう、心臓は捧げるけど財布は捧げない。そうそうそう。心臓はなんぼでも捧げるけど。いやでもめっちゃ嬉しかったよ、この回は。ちょっとほんまに喜んだよね。喜んだ。心底喜んだし。だってね、フルロットの3回でリヴァイ出るとは思わなかった。それは思わへんかったな。うん、これ、神引きよね。やっぱり、無欲やったから。うん、そう。私一応後ろからプレッシャーをかけてたけど、うん、そう、もっと見跳ねて帰ってきた。お願い !B と E! そうそうそう。まあ、E ね。うん。でも、もう B があればそんなんも十分でございます。はい。人の推しに強いわ。私ほんまに。人ってそんなもんよね。そうね。では一つ一つ見ていきましょうか。はい。はい。では、H 賞クリアポスター。こちらが全10種。はい。全10種のうちの、4枚。4枚。はい。いただきました。はい。まあ、1番にもちろんのこと、リヴァイ・アッカーマンを撮らせていただきましたよ。はい。もうね、体ボロボロやけども、この目見て。かっこいいね。すごいなぁ。これ最後の時やもんね。もう聞き迫るものがあるし、このハンジが塗ってくれたこの縫い跡ね、顔のね。もうちょっとどうにかならんか。もう治ったらいいねんっていう感じ。もう素晴らしいお顔でございます。はい、かっこいい。一番に撮りました。はい。はい。で、次に、こちら、はい。こちらのね。うん、まあ、届かないと分かってたので、一応、終尾の巨人。怖いよね。こちらをいただきました。はい、で、青空が綺麗な、これは、そう。
心臓を捧げるポーズですよ。ね、あの間違えないでください。心臓に当てるんじゃなくて、上向いてみる。そう。拳がね。拳がね。そう。そして、右手は背中ですからね。あ、なるほど。間違えた。左手や。左手が背中です。そうやな。右手で心臓やもんな。そう、うんうんうん。間違ってないよね。間違ってたら怒られるからね。うん、そうやな。誰に怒られる？もう捧げてるやん、もうすでに。今日捧げたやん。はい。こちら名場面集のような、いろんなキャラクターが出てくる。めっちゃ綺麗。そう、この周りが綺麗よね。そう。うんこれいいわ。はい、まあ私は、一枚取れたらもう十分だと思う。そうやね。はい。はい。このような感じでございます。はーい。はい。F 賞のメモリアルカードの最後の戦い。はい。で、G 賞の結末の方ですね。はい。結末が3種類と、最後の戦いが1種類になります。はい。はいはい。では、開封しましょうか。まあ、こちらも、リバイ。お願い。頼む。これはね、店員さんに渡された。そうやな。一回も選ばんかったね。うん、私選んだで。あ、選んだ、うん、あ、二店舗目、うん。開けます。はい。はい。せーの。はい。はい。はい。あでも、これ綺麗やん。どんな感じ？あ、でも厚みのある、うん、ほんまにこうやって立てかけて、うんうんうん、置いとける感じ。飾るっていう感じかな。あ、綺麗。なんか、ツヤが、後ろは？後ろはこれ。あーカードのね、派手になってるから。はい。うん後ろはこんなんで、姉にしか見せてへんかったわよ。ごめんなさいね。はい。はい、次、はい、結末の方ですね。こちら3枚あります。3枚あるんで、はい、もう、リバイで。お願いします。お願いします。はい、せーの。はい。はい、はい、あるんですね。まあ。まあ、でも。私、アルミンがさ、巨人になるとは。あ、思わんかったね。っていうか、もうそもそもから、私、巨人になると思ってへんかったから、うん、でもそっからが面白かった、ほんまに。うん、私ね、これ今、3回目見てるんですけどね、うん、どんどん深まっていくよね。そうやね、うん。何回も見てね、すごいね、気づくことも多いしね。はい。では2枚目。はい。はい。せーの。はい。おー。ありですね。私、兄最初嫌いやって。あ、そう。そう。だって、裏切ったからね。あまり言われないけどね。でもね、やっぱり、こう、じっくり見ていくと、うん、まあ、一人一人全員キャラクターそうなんだけど、うんうんうん、もう、なんとも言えないなんていうの、うん、そう。ストーリーがあるじゃん。あるよね。それ悲しいよね。そうやね。だからもう一人一人が愛おしいです。はい。お願い、最後でございます。リバイ！せーの、はい。あ、うそすぐ来たか。エルヴィンね。はい。私好きですよ、この人。うんこの人はね、リーダーとしても最高。最高のリーダーですよ、ね。はい。だってもう真面目そうやもん。もうすごい真面目で、頭もいいし、もうほんとこの人がね、うん、リーダーとして最高、うん、そう、言えないな。ストーリーがね、あんま言ったらあかんのかな。でもまだ見てない人はもう絶対見てほしいね、これは本当に感動する。私なんか最初なんか巨人がちょっと気持ち悪いし、そうビジュアルがね、そうあんまりって思ってたけど、もう姉に勧められて見て、途中が最初の序盤で、これ面白いかもって思う。そう。私ね、だから1回目見たときはあんまりエルヴィンピンとこなかったけど、なんか2回目以降、この人から、この人と、リヴァイの絡みも大好きだし、よかった。いいよね。本当にもうこの物語はすごい。まあでも、よかったね。あ、出てないね、リヴァイ。出てない。もう語ること、はい、よう語りはんねん、はい。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 愛称、地ならしフィギュア。はい。全6種。はい。1個ではどうもならんって言ったやつですね。そうそう。それが2個。
なんと2個。2個でもどうもならんとは思うけど。そう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 。開けてみましょう。開けてみましょう。はい、どんな感じなのか、うんうん。どんな感じやろ、ほんまに。うん。全部種類。区別つかへんけど、こうやって見てるだけで。ね、別にどれが欲しいとかない。ないからね。はい、うん、まあ、かぶらんかったらいいぐらいやね。うん、かぶったらどこで分からへんと思う。そうそう、分かれへん。よいよ、みんな、分かれへん。そう。私の一番のね、うん、あの、着目点はね、うん、一人で立ってくれるかな。ほんまやな。うん、ほんまあ、プチプチに巻かれてる。いきます。はい、せーの。せーの。まあ、せーのって言っても分かれへん。はい。やっぱりちっこいな。ちっこいな。どれか分からへん。ガッチャってる。ああ、この、うん。うん、こんな感じ。そんな感じ。もう、どれかもう見えへん。分かれへんな。分かれへんな。とりあえずじゃあ、もう一個いってみる？うん。すごい、あの、なんとか見本みたいな。あ、でもちゃんとこれほら、立つやつがあるから。なるほど。それはいいね。なるほど、なるほど。フィギュアタイプ。うん、うん。はい。はい。かぶってはない？どうかな？かぶってないような気がするけど。見えます？顔。うん、わかる。はい、アップでどうぞ。はい。おー、キレキレ、今。違う顔してる？あ、違う顔してる。ほうほう。うん、違う顔してる。だけど、なんとも言えん。わからへんね。わからへんね。はい、まあ、この2体。はい。でしたが、地ならしは到底できません。はい。はい。お姉ちゃんが撮りました。師匠のハンジ、はい。はい。開けましょう。開けましょうか。楽しみ、楽しみ。はい。お願いします。はい、どうした、妹。手震えてる。定まってない。定まってない。今日は珍しく、まだ朝やからね。そうやな。朝？朝。まあ、昼か。あ、もう昼になった、なりかけてるけど。いつも集合するぐらいの時間よりまだ早い。そう、早い早い。よかったよ、ね。私ら早くて11時やん。そうそうそう。遅かったらめっちゃ開けます。あ、もう開く？あ、はい。師匠のハンジ。はい。これあの場面ですよね。心臓を捧げると言って、颯爽と言った。あの、もう思い出しただけでも胸熱ですよ。ほんとかっこよかったよね、この時。この人のね、なんか喋り方とか性格めっちゃ好きやな。ちょっとだけ回してもらう。はい。で、うわー、この横見て。ねえ。かっこいい。もうまさにさ、この、これでビューンって飛んでくるやんか。そうやな。機動うん、でさ、もうあれめっちゃかっこいいよね。うわー、後ろ細か。この後ろの方が細かい。うん、ビヨーンってこれ。うん、初めてじゃない、なんかこういう、こういうの。うん。この横顔がすごいかっこいい。そうやね。このちょっと中性的やんか。そうやな。あ、上から見たらちゃんと目が見える。見えるね。うん、見える。もうこのポーズも最高よね。最高。いやめっちゃいい。後でじっくりまたお見せします。はい、はい、お次は B 賞の。はい。リヴァイ。はい。開けてください。お願いします。はい。めっちゃかっこいいんですけど、うんうん、リヴァイってさ、こう、うん、コロ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 ってバンってくるやん。熱いなぁ。あの、初登場。うん、バンってきたやん。あ、つけていいかな。ペンつけていい失礼しました。どうぞ。珍しくはしゃいでる。はしゃいでる。あんまりこんなはしゃぐことないけど。熱いわ。あ、ペンつけますんで、はい、後ほど。はい。はい。はい。最高。リヴァイ様。はい、最高です。めっちゃ回して遊んどったけどな。あ、まあ、ずっと剣持って、いつ言おうって。だって、ほんと、いつも、クルクルクルって。わかった、わかった、わかった。すごいよね、この人の運動神経。この強さたるや。あの、人類最強です。ああ、そうやな。ほんまに強いのよ。でも、マジでかっこいい。でもね、私、あの、この人三角筋してるのも好き。ああ、そうなんや。参加
そう。はい、あの綺麗好きのね、リバイブ好きです。はいはいはい、はい。それが一番いいよね。もうさ、この鬼気迫る顔。うん、こんなさ、すべてがいいフィギュアって珍しくない？私はなんかしら文句言うてるやんか。これはしっかり2体並べないといかんと思う。はい、うん、うな、うん。並べようか。これ、あ、でも、後ろとか。はい、ちょっと横とか。はい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 、私一人でも十分鑑賞したもんで。もうめっちゃなんか興奮しすぎて。皆様もご覧くださいませ。うん、後ろとかも。うわぁ、すっごい。ちゃんと、後ろもね。なぁ。刈り上げですか？刈り上げてる？はい、ほんまやな。はい。もうこの人のヘアスタイルなのでね。そうそうそう、刈り上げここまで似合う人おらんで。っていうかもう刈り上げまで褒め出したね。うわぁ、細かぁ。もうちょっと柔らかい感じか。このね、傷ついたリヴァイを解放、感じがするところもね、胸厚なんですよね。ここ痛いね。結構しっかり。うん、すごい、めっちゃでも細かい作りが。ほんまに。もう、舐め回すように。大人の。あと、台座が楽。組み立てしなくていい。刺すだけやからな。そう。しかも、だから、組み立てしなくていいし、台座がかっこいい。ああ、そうやな。だからもう、余計映える。では、2体並べて。はい、そう。2体でも、来てくれてよかったね。ねえ。やっぱり1体もいいねんけど、やっぱ並べた方がよくない？うん、そうやな。まだ A 賞は取られへんかったけど、A 賞とはまた違うやんか。A 賞はさ、こう、なんていうの？平和な感じやから、ここに並べるっていうのもちょっと違うような気がするから、この2体が来てくれて。もうここはね、もう本当に戦闘態勢だからね、もう心臓を捧げてるんですよ。でも、姉ちゃんの心臓は届いたよ。よかった。はい、役目果たしたね。はい、じゃあ、とりあえず一旦返してもらおう。とりあえず今のところ死なれてもらおう。ハートは奪われております。ハートは奪われておりますね。永遠の、はい、はい、お回りいただいております、はい、もうね、この立体起動装置の発想がすごいと思えへん、うん、そうやな。もう一人でリヴァイがバーって出てくるとこもかっこいいんだけど、うんうんうん、そのみんなでバーってさ、空を飛んでる、わかる、うん、言ってること、うん、いいわ。みんなで戦ってるところとかさ、すごいいいよね。やっぱりこうもいいんだけど、うん、なんていうの、集団、うん、っていうか、もうすごく、もう、うん、言いにくい。ネタバレを含むので。そうやな、なかなかちょっと言いにくいよね。そう。でもね、本当にざわって感動する場面が、うん、散りば、立つとこ多いよね。散りばめられてて、うん、もう無理なのよ、何かをしながら見ることが。うん、もう引きつけられてね、うん、時間なんぼでもあっという間に経っちゃうの。そうやね。でも本当にね、いろんなことを考えさせられる素晴らしい、アニメだと思います。私全然ね、コミックの時は読んでないんだけど、ネットフリックスでずっと見てるんですけど、本当ありがたい。そうやね。こういうのが家でゆっくり見れるなんて。で、またね、ファイナルの映画が、そうや。あるみたいで。ちょっと忙しいよ、割かし。見に行かないとって思ってます。やっぱり、いつも小さい画面で見てるので、結構ね、劇場で見れるのは本当に嬉しい。そう。やっぱりね、迫力が違うもんね。と思う。もう音楽も素晴らしいやんか。口ずさむよね。うん。あ、もうちょっと続ける？大丈夫。大丈夫。はい。では、もう歌い出すんだ。では、今日はこの辺で。はい。もう無事撮れてよかったです。はい。ありがとうございました。では、またね。バイバイ。今日も見てくれてありがとう。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。